今頃は、オランダとコンゴ民主共和国のサッカー選手。ポジションは MF。ロッテルダムに生まれ、K ノールとの下部組織でサッカーを始めた。2013年、オランダ U-16 代表で活躍したことによって、プレミアリーグのアーセナル FC、チェルシー FC、マンチェスターシティ FC が獲得に乗り出した。当時の彼はまだ15歳で、ナタン・アケア、ジェフリー・ブルマ、 カイルエベシリオのようにこの年齢で移籍されると、ヘイノールトには移籍金が1円も入らないことから、クラブは移籍を渋った。2014年1月に16歳を迎えた、彼は同年3月にマンチェスターシティ・ EDS に移籍した。同年7月にプロ契約を締結した。マンチェスターシティ・ EDS ではボックストゥボックス、あるいはより守備的なポジションで起用された。 UEFA ユースリーグに臨む U-19 チームやプレミアリーグに所属の U-23 チームでは首相を任せられた。2016から17シーズンには EDS での選手選出最優秀選手となった。しかし結果的にはマンチェスターシティのトップチームでは1試合も出場することなく対談した。2017年8月3日にフットボールリーグ1位。 所属のドンカスター・ローバーズ FC に半年の期限付き移籍。開幕節の70分にマーティブレイルに代わって投入され、選手初出場。8月8日のエフルカップでは、選手としては2試合目の出場で、初得点を記録した。その後は、中盤にポジションを確保。2018年1月4日には、シーズン末までの期限付き移籍期間延長がなされた。 2017から18シーズンはすべて合わせて42試合一得点の出場記録となった。2018年7月18日に3年契約で SC、ヘイレンヘインに完全一席。移籍金は75万ポンド前後とみられる。同シーズン開幕節で57分にネマーニャミハイロビッチに代わって投入され、移籍後初出場を記録。8月17日には、 ヘイレンフェーンで初めてのスターティングメンバーとなり試合も勝利した。年代別代表ではオランダ代表として出場を重ねた。2013年1月に U-15 代表に招集されたのが初めての代表招集であった。4月16日に行われたベルギー U-15 代表戦では首相としてフル出場を記録した。 また5月14日のドイツ U-15 代表戦でも首相を務めた。2ヶ月で4試合に出場した。U-16 代表には2013年9月に初招集。翌月29日の試合で途中投入され、U-16 代表初出場を記録した。31日の試合ではスターティングメンバーとして出場。翌年5月までに9試合の出場を記録した。 U-17 代表には2014年9月に初召集。同月10日に初出場を記録した。合計で4試合の出場を記録したが、9月と10月の2ヶ月のみで時期としては短かった。U-18 代表には2015年8月に初召集。9月3日の試合で初出場。翌年3月までの期間に6試合の出場を記録した。 U-19 代表には2016年8月に初招集、9月1日に初出場を記録した。2017年6月には UEFAU-19、欧州選手権2017のメンバーに選出され、ブルガリア U-19 代表戦で1得点を記録した。4試合に出場したが、準決勝でポルトガル U-19 代表に敗れた。 U-20 代表には2017年8月に初招集。9月4日に初出場を記録した。オランダ・ロッテルダムに生まれたが、ルーツは、コンゴ民主共和国にある。アニヌ・テレンス・コンゴロもサッカー選手。オランダ語のみならず、英語、フランス語も操るマルチリンガルである。ありがとうございます。